バッテンです。旧定大入試数学解説 1A2B ということで今日はですね、名古屋大学2019年文系第2問の問題を扱っていきます。こちらの動画シリーズではなかなか普段の演習で身につかないような初めて見る問題にどう向き合うかっていう部分とあとは時間内で解き切るための処理の工夫というものを学んでいける動画シリーズです。またご自身でこの問題考えられてない方は必ずここで動画を止めていただいて 自分でですね、実際に回答を書いてみてから、記述してみてから解説の方に進んでいただけたらと思います。ではまずいつも通りですね、回答の大まかな流れと最後の答えを確認したいと思います。こちらの問題は、辺がですね、全化式っぽいこう関係式が与えられていて、それによって P0 から P1P2 と動いていくと。で、カッ1では P1P2 を具体的に求めさせて、で、カッ2で、カッ1で 考察したことを元にですね一般項を出してくだカッコ3はそれを使って面積を求めていくっていう問題です。で括弧1は地道に x0y0 を関係式に代入して x1y1 を求めていくこともできるんですが私はですねまずこの与えられていた関係式をきれいにします。この状態だと左辺と右辺に n たす1の項があるのでそれを除去しに行きます。 そうすると x n、xn たす1がこれ、yn たす1がこれと、xn,yn を使って表すことができます。で、この係数がですね、実はとても綺麗になって、この1たす k 二乗分の1く k 二乗が cos α、1たす k 二乗分の 2k が sin α と、とても綺麗な α の式になります。で、これを用いると、こういうふうな連立全化式ができます。で、これに x0、y0 代入すると、 すぐ x1、y1 が cosα、sinα と求められますし、これをまた連立全化式に代入すると、これ2倍額の公式で cos2α、sin2α になります。これが答えです。括弧1。で、括弧2は、括弧1で具体化、p1 の座標、p2 の座標を求めさせて、じゃあなんか規則性見えてきませんかっていう問題ですね。で、これ回答からわかる通り、 なんとなく N 項目は cosnα, sinnα になりそうだなと。なのでそれを数学的機能法で示しに行きます。この機能法は割と簡単で、この n イコール k の時に仮定してあげると、先ほど作った連立全化式から xnk+1、yk+1 も成り立つことがわかりますと。ですので、xn、yn は コサイン,エンアルフ α、サイン,エンアルフ α です。で、カッコ3は、カッコ2が分かれば、もうボーナス問題ですね。三角形の面積、すべて座標が分かっているので、成分による面積公式から1、1たす K2 乗分の K、もしくは図形的に考えてあげても1、1たす K2 乗分の K というのがすぐに求まります。ただ、問題解説してもあんまり面白くないので、今回、おまけを2つ紹介します。で1つ目が、 これちゃんと解いていただいた方はわかると思うんですけど、これ点が α ずつ回転していくんですよね。そういう移動を表す式がなんでこの関係式になるのかっていうのを図形的に解説します。この問題がどうやってできたのかっていう背景ですかね。それがおまけ1。で、おまけ2は、これ数学3の範囲になるんですけれども、複素数平面を使った別解、まあ見方を紹介します。はい、これがおまかな流れで、 これから詳しく説明していきますけれども、途中で全体像がわからなくなったりですとか、後からもし復習してくださるときは、ここだけ見ていただけたら全体が把握できます。では、詳しい解説に入っていきたいと思います。まず発想ですね。なかなか普段の過去問演習とかしてると、まあ、答えはわかるんだけど、なんでこの回答に至るのかとか、どうやったら考えつくのかっていうのがわかんないことが多々あると思うので、 そういう方々のために発想最初の問題との向き合い方を紹介します。でこの問題は、まあ、P0 っていう諸項からですね、PHP2 と、まあ、求めさせて、何らかの規則性を探させて、まあ、PN を求めるような、そういう問題の流れになっています。で、今回関係式与えられてるんで、一番素朴な発想としては、もう P0、10って分かってるんで、X0、Y0 として代入してあげると、X1、Y1 に関して連立方程式が出ると。 それを解いてあげたら P1 求まるし、これ求まったらまた代入して連立方程式を解くと P2 が求まるというのが一番素朴な発想ですね。ただこういうふうに考えることもできます。つまりよく見てみると、この関係式の構造って X、xn たす1っていうのが xn と yn と yn たす1で与えられていて、y の n たす1っていうのは yn、xn、xn たす1で表されているよと。 なので、これ右辺にこの n たす1の項があるから、毎回毎回連立方程式解かないといけないんですよね。まあ、上の素朴な発想だと、一回一回出すときに連立方程式解かなきゃいけないと。まあ、なので、これをまず整理して、この連立全化式の形に変形したいと。つまり右辺は n の項、左辺は n たす1の項にすれば、これ代入したらポンポン n たす1の項が出てきますよね。でこれを作ってあげて、 php2 を求めるとちょっと楽かなと。こういう考え方もできますよね。じゃあ、これ、二つテーブルの上に選択肢が載ったんですけれども、じゃあ、どっちを選びますかと。どっちでも解けます。どっちでも解けるんですけど、この問題で次、カッコ2ですよね。カッコ2を見てみると、カッコ1で規則性を何らか見つけさせて、一般公推測して、それを機能法で示すっていうのが、カッコ2で、 やりたいこととななのかなと、まあ、そうだとすると、n イコール k の時仮定して、n イコール k たす1の時成り立つかどうか確かめるときに、この連立全化式がめっちゃ役立つんじゃないかと。つまりその時にまた連立方程式とくのめんどくさいんで、ここに代入したらすぐ k たす1が調べられますよね。なので、結局やっぱこの2の方法の方が楽なんじゃないかという考えに至って、2を選択しました。 もちろん、丸1でも解けますし、最終的な答えが違うわけでは全くないので、どっちでも解くことはできますが、処理の工夫という面においては、丸2を選ぶと少し楽ができるかなと思います。考え方の部分は今の通りなので、あとはサクサク処理していきます。最後にですね、2つおまけ。先ほども話しましたけれども、この関係式の図形的な解釈と複素数平面での別解も紹介しますと。なので、興味ある方はぜひそちらも 最後までですね、見ていただけたらと思います。じゃあ、この yn たす1の式を、この1の yn たす1に代入して、消していきましょう。そうすると x n、xn たす1っていうのが、こちら。1プラス k2 乗分の1マイナス k2 乗 xn、マイナス1プラス k2 乗分の 2kyn っていうふうに表されます。で、これを2の、ここですね、これ代入してあげると、 yn xnyn もこういういうにで表されますとで。今回、Pn の座標っていうのを α で表していかないといけないので、今、K で表されているこの係数をですね、α に書いていきますで。これ4つ計算しないといけないのかなと思うんですけど、よく見ると、これ2つずつ一緒なんですね。まあ、なので、2つ計算すれば OK です。で1つ目1、1プラス K2 乗分の1マイナス K2 乗。これ、K が単ンと2分の α なんで代入して、 これもっと綺麗になるんじゃないかと思って調べてみると、いろいろ方法はあって、まあ、例えばこの1プラスタンジェント2乗に注目して、まあ、これが cos2 乗分の1なんで、それで変換して消していってもいいですし、まあ、タンジェントっていうのがまあコサイン分のサインなんで、えー、これ分母分子どっちにもですね、cos2 分の α の2乗をかけてあげると、分母はこれ、分子はこれとなるので、 これ分母1ですね。cos2 プラス sin2 が1。なので、これ分子だけ残ってきて、分子っていうのは2倍角の公式から c o s ァになると、すごくきれいに整理することができます。まあ、逆に言うと、この問題のポイントは、このきれいな整理ができるかどうかですね。ここをきれいな形に処理できないと、結構計算地獄に陥っていくかなと思います。で、もう一つの方も、これきれいになって、同様の 処理をしていくと、これ分子がですね、2倍角で sinα とまとまります。ですので、係数が c o s α と sinα になるんですね。で、ここで、もしこの綺麗な処理を思いついたら、これ綺麗なんで、なんか合ってそうだなってウキウキします。まあ、答えが合ってるかの厳密な確認ではないんですけど、だいたい違和感なく綺麗になった時っていうのは、だいたい合ってます。でこれを使って、連立全化式っていうのはこういう形になります。 で、この式出来上がると、計算がすごく楽になって、x0、y0 分かってるんで、これ代入すると X、x1、y1 は cosα、sinα。で、これをまた代入して X、x2、y2 を調べると、これまたですね、2倍角の公式使えるんですね。で、cos2α、sin2α と求められます。で、括弧1で、こういうふうに具体化したことによって、規則性が見えてきますと。で、一般項が求められるっていう、そういう構造ですね。 数列の一般項を予測させて、数学的機能法で示す問題っていうのは、まあ、よく登場するので、その演習としてもいいかなと思います。自分の両問演習シリーズでもやっているので、類、ま、題、あ、として、えー、そちらも概要欄に貼っておこうと思います。で、xn に関しては cosα、cos2α ってきてるんで cosnα になるんじゃないかと。で、yn に関しても sinα、sin2α ってきてるんで sinnα じゃないかと推測ができます。 まあここまで行けば、大体この問題は勝ちかなと思います。あとは、これを数学的機能法で示すと。一つだけ引っかかるポイントがあるとすると、これ、始まりは n イコール0です。x0,y0 から与えられてますよね。点が p0 から始まっていると。なので、まず、スタート地点っていうのは n イコール0です。でこの時 X 0、x0,y0 は10でした。で、この形に代入してあげるとコサイン0、cos0。 で、コサインゼ0は1ですよね。で、インゼ0サインゼ 0, 0は0と。なので、1、0で OK です。なので、この星印の形で表して OK と。では、機能法のメインの部分ですね。n イコール k。で、k は皮負整数。聞き慣れない方もいると思うんですけど、皮負、負にあらず。で、これ0以上の整数を表します。1以上の整数だったら、自然数って言っちゃっていいんですけど、自然数だと、普通は0は含まないので、 非不整数と書いたりします。の時に、この星印、成立を仮定すると、xk、yk っていうのはこんな形ですと。で、これは使っていいよと。で、逆に言うと、これはどっかで使う。ので、これを使える形に持っていきます。n イコール k たす1の時調べると、xk たす1と yk たす1っていうのは、さっき作った連立全化式から計算ができて、こちらとこちら。で、これ加方定理ですね。それぞれ、 コサイン K たす 1α、サイン K たす 1α になります。ですので、N イコール K たす1の時も成り立つと。これで、機能法によって、すべての N で示されますね。スタートが0。で、ある K の時に成り立てば、その次、K たす1も成り立つって言ってるんで、0が成り立って、1が成り立つ、1が成り立って、2が成り立つ、点々点と。すべての0以上の N で、この形が成り立ちます。ここまで行くと、カッコ3はボーナス問題ですね。PN が、 コサイン Nα、サイン Nα。PN たす1はコサイン N たす 1α、サイン N たす 1α。まあ、グラフのどこにあるかわかんないんですけど、まあ、隣り合ってますよと。考え方2つ紹介します。1つは座標わかってるんで、座標平面の成分による三角形の面積公式ですね。まあ、よく二分の一 a d b c とか、まあ、の載ってたりしますけど、 これでちゃんと証明ができるようになっておくといいかと思います。ぜひ、おケディクも確認してもらえたらと思います。で考え方二つ目は、今回結構図形的な特徴があるので、その特殊性に着目しつつ図形的に解いてあげるというのもあるかなと思います。じゃあ、それぞれ紹介します。一つ目、これは一つもう原点にあるので、その二つの残りの点の座標を使ってあげて、こういうふうに計算ができますと。 Pn の x 座標、Pn+1 の y 座標、マイナス Pn の y 座標、Pn+1 の x 座標との絶対値。で、こちらになります。これはサインのまた加法定理ですね。で、ここで絶対値取りたいなと思うんですけど、α は0より大きく π より小さい。なので、サイン α はプラスになります。ですので、絶対値が取れて、で、ここで最後の最後ですね、もうここまで来たら、 こういうボンミスは避けたいなっていうところなんですけれども、今回、K で表してくださいと、問題文に書いてあるので、この sinα を K に変えてあげます。これどうやって変えればいいんだと思うんですけど、答案をですね、遡ってみると、括弧1で、この係数が sinα ですと、計算をしているんですね。なので、sinα はこれです。1プラス K 二乗分の 2K。なので、これ使ってあげると、こちらが求まります。 で考え方二つ目は、Pn っていうのが cosnα, sinnα。で、Pn たす一は cosn たす一 α, sinn たす一 α。なので、これ単位演習上にあるんですね。原点中心半径1と、原点からの距離が1になりますからね。cos2、えー、乗プラス sin2 乗っていうのは1なので、Pn も Pn たす一も単位演習上にあります。ですので、 OPNOPN+1 っていう辺の長さは1になりますつまりさっきの図で言うとこの辺の長さはどっちも1ですよとじゃああとはこのナス角分かれば三角形の面積計算できますよねでこのナス角度っていうのはこれ α が0より大きく π より小さいんでこの PN+1 の一般角 エチアル 1α ですね。これもしかしたら、例えば540度とか、大きい数かもしれないんですけど、それから、この PL の一般角を引いてあげると、このナス角になります。これどっちも一般角なんで、一周差とかついてるんじゃないのって思うかもしれないんですけど、この差が α になって、α っていうのは必ず0から、0より大きく π より小さいんで、これがですね、必ず、この図形的なここのナス角度になってきます。 ですので三角形の面積は1 2分の1かける1かけ1かけ sin このナス角 α で同じ値が出てきます。こういうふうに考えることもできます。もしかしたら他の考え方もあるかもしれないです。はい。では最後にですね。まあ、解説だけしても面白くない方もいると思うので、まずおまけの1番目。これ今考え方丸2で見た通り、pn とか pn とッ1とか この PN って単位演習場にあるんですよね。単位演習場でアルファずつ回転してるんですよ。つまり最初ここにいて、次アルファ行ったとこ。コサインアルファ、サインアルファでしたよね。で、次またアルファ行ったとこ。で、次またアルファ行ったとこと。こういう移動をする点列になります。で、こういう綺麗な移動をする っていうことが、なんでこの関係式で与えられるのかと。つまり、この式が、この問題文で与えられている式ですね。それが表す図形的な意味を、まあ、的にですね、示してみたいと思います。でこちら、ちょっと便宜上ですね、PN、まあ、PN たす1っていう2点を考えていくんですけど、まあ、それぞれ第一証言にあるとして考えていきます。これ、どこの証言にあってもですね、同様に示すことができます。 PN、PN と正一だとちょっと書くのが大変なので、こっちを A、こっちを B と置いておきます。で、原点をですね。で、OA と OB をそれぞれ2つの辺とする平行四辺形を書きます。もう一つの頂点 C と置きます。そうすると、OA と OB って長さが一で等しいとして、そうするとこれひし形になるんですよね。平行四辺形書いたんですけど、これはひし形ですと。これ OC と AB、対角線の 交点 m とすると、これ対角線が直角に交わりますと、さらにそれぞれの対角線を2等分します。これはよろしいですかね？で、ここで2つ直角三角形を作ります。で、1つは oce、e、っていうのは c から x 軸に下ろしてきた垂線の足です。で、もう1つの直角三角形は abdd っていうのは a と b からですね。こういうふうにそれぞれの軸に平行に。 線を伸ばしてきて交わったところと。こうしておきます。で、そうすると、今話した2つの三角形って相似になります。つまりこ、この OCE、この ABD、これが相似になってます。で、なぜかっていうと、もしよかったら考えてみてほしいんですが、例えば、ここの角度っていうのは、90度マイナス、ここの、この二重線で書いた角度ですよね。でこの二重線で書いた角度は、錯覚からここと等しく、 でそうすると、90度マイナス、この二重線の角ってここに来るので、まあ、この二つの角度が等しくなるとか、で示すことができます。で、その相似に着目すると何が嬉しいかっていうと、OC 分の BA、まあ、相似比ですね。これが、一つの見方では、OE 分の BD。この図で言うと、残った辺のうち、こう長い方ですね。この辺の比になって、 で、それを xn,yn を使って表すことができて、oe っていうのは xn 足す xn 足す1になります。つまり、ここ、xn ですよね。で、これ oacb は平行神形を作ってるんで、この残りの部分っていうのは、ここ、つまり xn 足す1と等しくなるんですね。なので oe っていうのは xn 足す xn 足す1で、bd っていうのはここですけど、これは yn とす1引く yn で計算できますね。なので、こういう関係式が成り立ちます。で、さらに同じ相似比っていうのは、もう一個短い方の辺でも考えることができて、c 分の ad でもありますよと。で、ce っていうのは、さっきと同様に考えてあげると、こっからここは yn とす1。で、残りの部分っていうのは、平行線形の性質、活用してあげると、 ここと等しくななって yn んですね。ですので yn+yn1 で ad っていうのは今度はここですねでこれは xn から xn+1 引いたものですよねこちらになってきますでもう一つ考えることができてこの辺の比っていうのは Oc ってこれ Om の2倍さっき話した通り m っていうのはこのひし形の 対角線を直行に二分割しているので、OC っていうのは 2×OM。で、BA っていうのも 2×BM。この辺に注目してくださいね。これ半分ですよと。なので、OM 分の MA と表すことができます。つまり、だいぶ色がなくなってきたんですけど、OC 分の BA っていうのは OM 分の MA。で、これは、ここの直角三角形に注目してあげると、 om 分の ma っていうのは、タンジェントこの角。この角は α の半分ですよね。なので、2分の α。つまり、タンジェント二2分の α ですと。これが oc 分の ba の正体なんですね。なので、それぞれですね、これ、タンジェント二2分の α に置き換えてあげると、この2つの式はそれぞれ、こういう風うに表されます。分母を払ってあげました。これ整理し直すと、これ k ですよね。で、こういう、 もともと与えられていた関係式が出てくると。これが背景にあるんですね。なので、まあ本当かどうかはもちろんわかりませんけど、問題作成者としてはですね、単円状をこうアルファずつ回転していくような関係式作りたいなっていうのがあって、こういうふうにまあ図形的に考えてあげて関係式を出したかもしれないですね。ではもう一つ、数学3の範囲になっちゃうんで、まあ、文系の子はですね、ちょっと 楽しくない時間になっちゃうかもしれないんですけど複素数平面使って考えることができます結構複素数平面だと回転移動とかこう伸び縮み系ですね、まあ、結構楽に処理ができたりするので複素数平面に置き換えてあげて議論をすると処理が効率的になったりしますでここでもそれが使えて複素数平面でこの状況を考えてあげると Pn っていうのは複素数でいうと Xn たす Yni を表しますよね つまりこっちが実軸こっちが虚軸と考えて xn,yn っていう点はこの複素数を表します。でこの時全化式作った連立全化式考えてあげると pn+1 を表すこの複素数ですねこれを変形していくとそれぞれ代入してこういうふうになりますと。でここが工夫なんですけれどもまず xn でくくるとこちらが出てきます。 で、次、yn でくくるんですけど、yn でくくるときに、この係数に i を出します。そうすると、ここが同じ形になるんですね。つまり、普通に yn でくくると、cosα×i、-sinα ってなるんですけど、これ、i でくくることによって、この同じ形が出現するんですね。i を前に書くのか、後,後ろに書くのか問題があるんですけど、 コサインアルファとかと i をくっつけるときは、こういうふうにちょっと i を後ろに持ってきちゃうと、i がコサインの中の角度なのか、結構わかんなくなるんで、個人的にはこう i サインアルファと前に書くことが多いです。で、こういうふうな工夫ができるとですね、ここでくくってあげて、ここにですね、pn を表す複素数が登場します。xn プラス yni と。 で、この係数っていうのが cosα プラス isα になってきて、これですね、α の回転を表します。複素数平面において。極形式で考えてもらうとわかるかと思います。ですので、この pn っていうものを α 回転させたものが pn プラス1になっていることがわかります。なので、最初が10っていう点だったので、そこからどん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  α ずつ回転してるっていうのはここでわかって、 例えば、括弧に PN 求めろって言われたら、じゃあ Nα 回転しますよね。cosNα、sinNα、終わりと。まあ、すぐに求めることもできます。ぜひですね、こういう、まあ、点列、点の移動の問題っていうのを、まあ、複素数平面で考えてあげるとか、そういう分野を横断した発想っていうのも、まあ、少しずつ慣れてくると、まあ、解いていくのが楽しくなりますし、処理もどんどん効率化されていくかなと思います。ので、そういったものも紹介していけたらと思います。 では今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。